デイト FM ラットリスナーの皆様、サンジです。週の前半月曜日、ザランページが気合い入れる時に食べたいおやつはハードグミ。私はちっちゃい頃から、グミを食べるのが本当に、大好きで、リハーサルの合間とかも、食べてたりするんですが、気合を入れる時は普通のグミではなく少し、噛み応えのあるハードグミを食べております。改めまして DJ の渡辺ちゃん、こんにちは。ザランページフロムエグザイルトライブの浦川翔平です。ただいまお届けしている楽曲はザランページでヒートウェーブ。こちらの楽曲はですね、以前ファンダンゴであったりラフィエスタというラテン調の楽曲を出させていただいたんですが、それをまた凌駕するようなラテン調の楽曲になっております。すごく大人っぽくてセクシーな楽曲になっておりまして、 MV の方も解禁されてますが、和歌山出身のたくまの地元のテーマパークを舞台に MV も撮影させていただきました。そして音サビの方もウィーウォンスというレゲエのステップが入っていたりと、とてもキャッチーになっておりますので、こちらも TikTok とかで発信していますので、ぜひチェックの方よろしくお願いいたします。ということで、今週は3時になったらザランページが毎日登場。最後に謎の生命体 DJ スーパー渡辺ベイビーちゃんから質問が届いておりますということで、夏に向けて早急に引き締まったボディを手に入れたいのですが、どうしたらいいでしょうか。ちなみに現状僕の腹筋はワンパックつまり割れていませんですとのことです。なるほど、ワンパックですか。もう夏も近いですからね。私の場合、食事制限だったりをするとすごくストレスも溜まりやすいと思いますので、日々の少しちょっとした運動が積み重なって、どんどん脂肪が燃焼されていくと思いますので、朝のランニングだったりウォーキングだったりナイトウォークでもいいですし、何かしらちゃんと一日に運動する時間を取っていくことを意識していくと良いのかなと思われます。それでは渡辺ちゃん、また明日。デイト FM ラッドリスナーの皆さん、サンジです。ザランページフロムエグザイルトライブパフォーマーの神谷健太です。食べたい夏のおやつはチンスコーです。チンスコーは昔から好きでずっと食べていましたね。改めまして DJ の渡辺ちゃん、こんにちは。ザランページ神谷健太です。お届けしている楽曲はヒートウェーブです。ヒートウェーブという名前で想像する通り、その暑さを表現している楽曲になっているのかなと思います。ということで、今週は3時になったらザランページが毎日登場いたします。最後に DJ 揚げまんじゅうちゃんから質問が届いています。僕はかっこいい曲が流れてくると爆裂に踊ってしまうんですね。そこでさらに盛り上げるための掛け声があったらぜひ教えてください。ということで、よく海外のお友達に言われるのが、ライブ前に掛け声としてなんかブレイクアレッグっていう言葉があるんですけど、なんだろう、ブレイクアレッグっていうなんか足を折るという意味なんですけど、なんだろう、頑張って行ってきてみたいな。それをなんかいろんなところでステージに登る前とか DJ する前とか他の出演者の方々に言ってあげると、なんかすごいわーってなるのかなと思います。渡辺ちゃん、今度はスタジオでお会いしましょう。以上、ザランページの神谷健太でした。デイト FM ラットリスナーの皆さん、サンジです。週の真ん中水曜日、 DJ の中村くん、こんにちは。ザランページフロムエグザイルトライブの長谷川誠です。今お届けしている楽曲は、僕たちの、ニューシングルヒートウェーブです。はい、そうですね、ちょうど、今日6月30日に、リリースさせていただきました。この楽曲はこの夏はね、熱く盛り上げる楽曲になってまして、特にですね、サビの後半の音サビがあるんですけど、そこがすごい中毒性のあるサウンドになってまして、一度聴くとですね、本当に耳から離れなくなり、かっこいい曲になっております。最後に DJ サラミーくんからメッセージが届いています。最近女性からの好感度は急降下中です。そこで夏に向けてどんなファッションヘアスタイルをしたら好感度が上がるか、アドバイスお願いします。
清潔感があるとやっぱ女性から多分好印象を受けるんじゃないでしょうか。中丸くん、ザランページが登場するのは明日がラストですので、ぜひ明日も聞いてください。それではザランページフロムエグザイルトライブ、長谷川誠でした。ありがとうございました。 8FM ラッドリスナーの皆さん、3時です。週末まであと一息。ザランページのボーカルリクが食べたいご褒美おやつは抹茶パフェ。大の甘党なんですけれども、抹茶が大好きでして、抹茶アイスがふんだんに入ったパフェ、そこにわらび餅なんてあったら最高ですね。改めまして DJ のムッシュ村ムーラくん、こんにちは。ザランページボーカルのリクです。お届けしている楽曲はザ・ランページ from EXILE TRIBE の新曲 Heat Wave なんですけれども、今までも、ラテン調の音楽に挑戦したことがあったんですけれども、過去の作品をですね大きく上回る大人の余裕感、色気だったりとかセクシーさ、今だからこそ表現できる真逆の爽やかな熱を感じるような、作品となりました。ということで今週は3時になったらランページが毎日登場しました。最後に誰よりも音楽とラジオが大好きな DJ サラーミくん、メッセージがいただいております。最近リスナーの皆さんが僕のラジオ DJ として限界を感じています。そこで全国で一番クレイジーなおっさん DJ になるためアドバイスをお願いします。生意気なことは言えないんですけれども、いい意味で若々しい遊び心を忘れないことがいいのかななんて思うことがたくさんあります。なので中村くんさんにはですね、いつまでも少年心のような可愛らしい遊び心捨てずにいてくれたら良いのではないかなというふうに思っております。中村くんさん、今度はスタジオでお会いしましょう。ということでザランページフロムエグザイルトライブボーカルのリクでした。バイバイ。